エリザベート・ド・バロア、または、エリザベート・ド・フランスは、スペイン語フェリペ2世の3度目の王妃。スペイン語名は、イサベル・デ・バロイス。後のフランス王アンリ2世と、妃、カトリーヌ・ド・メディシスの第二子として、フォンテーヌ・ブロー城で生まれた。長兄であるドーファン・フランスアの婚約者として、スコットランド女王メアリー1世が宮廷で養育されており、彼女と同じ部屋で育ったとされる。 エリザベートが最初に婚約したのは、イングランド王エドワード6世であったが、彼は1553年に病死した。フェリペ2世と王妃イサベル14歳の時、フランススペイン間で締結された加藤カンブレジ、条約に従って、彼女はフェリペ2世のもとへ腰入れすることになった。フェリペ2世はエリザベートより18歳年上で、彼は、 長男ドン・カルロスの婚約者であったエリザベートに求婚したのだった。フェリペより使わされたアルバ公爵を代理人とした結婚式は1559年6月22日、パリのノートルダム大聖堂で行われた。彼女の結婚式の祝宴は、ジップ・アンリ2世が馬上や理事愛によって偶発的に右目を貫かれ、亡くなるという悲劇的な事故につながった。エリザベートが初めて、 スペイン領内に入ったのは1560年1月6日、ロンセス・バーリエスにおいてであった。同年2月2日、グアガラハラのインファンタド宮殿にてエリザベートは、フェリペと共に正式な結婚式を挙げた。1564年の初めての妊娠は、流産に終わった。王妃の次の妊娠が待望され、彼女はパリ司教であり、殉教者であったせい。 エウヘニオが祀られているマドリードへ移った。神の助けか自然の節理か。1566年8月12日、エリザベートはイサベル・クララ・エウヘニアを出産した。イサベルとは王妃、エリザベートのスペイン5名、エウヘニアとは王妃が家具を求めた聖人の名であった。1567年10月、エリザベートはカタリーナ・ミカエラ王女を出産した。 1568年5月、エリザベートの健康状態は悪化した。新たな妊娠は彼女に応答、と、めまいといった不調をもたらし、症状の緩和のため宮廷医師が付き添わねばならなかった。同年10月3日、エリザベートは死産し、直後に急死した。国王の聖母とならなかったエリザベートは、エルエスコリアル修道院の王立の骨堂内のパンテオンデインファンタスに埋葬された。 ありがとうございます。